泉から連絡来てた。ん？ノート取ってくれってさ。私何も言われてない。俺はなぜか友人の彼女にライバル視されている。あいつ泉といるやつみんなライバルだと思ってんのか。恋は盲目ってマジなんだな。くんで楽しそうに歩いてるし、お昼ご飯も毎日一緒に食べてるし、毎日一緒に。私だって自分のノートより綺麗に撮ってあげるのに。めんどくせえなあいつ。犬塚くん、その今日一緒に泉さんの家行ってもいい？いいぞ。なんだ。私部活だから行けないけど、この状況は見過ごせない。尾行してきて。任しとけ。あ、今兄さんって言った？言ってない。レジ行ってくるね。ブドウ好きなんでしょ。お前何を企んで嫌がる。全て溶けた。何してんだお前。蜂蜜。よいしょ。式守さん、君には一人兄がいるね。はい。つまり君は無意識のうちに犬を兄と重ね、ただ甘えているだけだ。おい、式守もなんか言ってやれ。そうだよ、話し方とか仕草とか似てるなとか思ってない。思ってたんだな。可愛い甘えん坊からのプレゼントだからね。だってすみません、調子乗りました。腰が、腰が、うん、